夏ですね。皆さんラウンド行ってますか？練習してますか？暑い夏だからこそボールは捕まえて飛ばしたいということで、スライス撲滅のためのドリルをご紹介したいなと思います。皆さん夏ラウンドしてますか？夏ラウンド僕は大嫌いですということで、皆さんラウンドしてると思うんですけども、スライスに悩まれてる方って本当多いですよね。ということで今回の動画では球を捕まえるっていうところを皆さんに見ていただきたいなと思います。それでは行きましょう。おー素晴らしい。これ多分ミッションインポッシブルさんか誰かがこうドライバーでの右足ベタースペースアンドリルってやっていいんですかみたいな質問的なコメントを確かいただいてたような気がするんですけども、そしたらまあ自分で返信なんで、あ、膝立ち打ちがあったかって気づかれたみたいで、はい、ドライバーで右足ベタースペースアンドリルをやるぐらいなら正直膝立ち打ちをやった方がいいなって。確かにそう。これはね難しすぎます。これはトチプロぐらいずっとまっすぐ打ち続けるって難しいですよね。っていうことなんですけど、球を捕まえるってどういったポイントを意識したらいいと思いますか皆さんは。はい、腰を回したらいいんですかね。そう言われますね。もう巷ではそれがもう当たり前の、もうそれが答えやみたいな感じの。腰回ってるように見ますか皆さん。はい、ね、不思議ですね世の中のゴルフ理論というのはね。プロが言うゴルフ理論というのは本当に難しいです。はい、ということなんですけども、マスさんから見て何かこのドリルに対するポイントとかありますか？ていうかこのドリルやったことありますか？ないです。ないですよね。だってドライバー振らないですもんね。そうですね、はい、そもそもそうです。ちなみに僕もやらないですこれ。さすがに、はい、僕これやってたのは、はい、僕はこれを直ドラでやってました。なんか確かにちょっと書かれてる時ありましたね、はい、そういうのは、ね、書いたことあるかなって思うんですけど、僕これでやってましたね。僕もまあまあ直ドラうまいんで。やってますね。まあこれが今回の動画のポイントになるんじゃないですかね、一番の。綺麗。ドローですね。ドローですね、これ。ねじれのないストレートドローで、どれぐらいかな、200ぐらいですかね、飛んでるのは、距離は。そんな感じですね。はい、あんな軽く振ってですよ、うん。飛ばさなくていいですよね。はい、これで150打つぐらいの気持ちであればいいんじゃないかなって、僕なんか思ったりしますけど、まあ。まあみんなね、振りちぎりたいですもんね。ね、バカみたいに振りちぎりたいですもんね、みんな。そうしたら飛ぶとでも思ってるんか知らないですけどね。そうですね。はい。飛距離ってね、正しいハンドアクションをした副産物でしかないって、もう何回言ってもわからない人が多いんで。はい。なんかそれは多いですよね。ドライバーを振んな言うてんのに振るんすからね。アマチュアはドライバーいらん言うてんのに。あれこれ奥田さん何でもこれおっしゃってますか ねえ。もうずっと言い続けてんのにまだドライバー振んのかいやっていう。ベタースペースアンドリルっていうのをレッスン動画として、はい、うち発売させていただいてるんですね。まあおかげさまで手打ちドリルとともに大好評で皆さんご購入いただいてるんですけど、レッスン動画に関してはレッスン動画ボリュームなんぼとかいう毎月25日に発売させていただいてるんですけど、そっちに関しては僕は一切出てないですね。はい、トシプロがやってるんで、どう言ったらいいかな、ちょっとねブログマガジン、ブロマガレッスン動画とはちょっとまた違うんですね、方向性というか。なので最初基本的に答えを知りたい。ベタ足ベースタンドリルっていうのはどういった動きをするのか、どうやって取り組むのかっていうのなんかはブログマガジンよりもレッスン動画買っていただいた方が分かりやすいんじゃないかなと。もう単純にこうやってくださいっていう答えがあるんで、
これがね、僕のブログマガジンとかブログマガジンレッスン動画となると、うん、解剖学的なこととか、はい、細かいポイント、要はディテール部分とかね、うん、この関節を動かすんですよとか、はい、そういったところになってくるんで、最初にご購読いただくのはレッスン動画の方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。どう思いますか、トップ君？いや、その通りだと。その通りなんですか。いきなり多分ブログマガジンに手を出してしまうと、多分点点点っていうところになりましょう。まあ難しいところですね。難しい。まあその方の考え方もよるかなと思います。ですね。すぐに何でも答えしか求めてない人はブロマが買ったも買わないでしょうね。早く早くって思ってしまう方はレッスン動画の方がですね。ですね。2つとも読ましていただいて、ということで2つともずっとご購入いただいてる僕のクライアントが言うんですが、参考にしていただければなと思います。ということで、トシプロ、はい、最後に締めをお願いします。100ヤードぐらいとか打てるんですか、それで？ドリルで。はい、お願いします、はい。こういったところ、ね、100ヤード落として打つ、はい、これすごいヒントになると思います。うん、まあまあ150ぐらいはいっちゃいましたけど、十分ですね。うまかったです。今回の動画が良ければ、また右足ベタ足フェイスアンドリルっていうものがどういうドリルなんかっていうものは、レッスン動画ボリューム68の方で発売させていただいておりますので、この動画のチャンネル登録とともに、グッド評価とともに、まあ買っていただいて嬉しいわ。そうですね、まあ、っていうか買ってお願いしますっていうところで、最後にコメントなんかもいただけると今後の励みになりますので、よろしくお願いいたしま す, お願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。めっちゃうまいな、さすが。え、本当ですか？めっちゃうまい。要はあんな簡単と、簡単そうに見えちゃう。そうなんですよ、簡単そうに見えるからみんなあれ取り組もうとしちゃうんですよね。あー難しかった。イラつくわ